皆さんこんにちは。2024年11月22日23日に韓国でママが開催されました。 BTS のジミンが大賞を獲得する中、ファンの中である議論が生まれました。それではママで起きた議論について見ていきましょう。2024ママでジミンは感謝のメッセージを発信しています。ジミンは軍人なのに大賞だなんて、どうしてこんなプレゼントを送ってくださるんですか。感激にまた感激です。そうでなくても最近ジョングクと対話を本当にたくさんしているが、除隊後に私たちがどんな歌をお聞かせしなければならないか、どんな舞台をお見せすればよいか、すでにワクワクしながら過ごしていましたと近況を伝えました。さらにそんな中、こんな大きな賞をもらってしまうとさらに呆然としてしまいます。本当にありがとうございます。皆さんに恩返しする日が来たら、最高の舞台をお見せするのが一番大きなプレゼントでしょう。当たり前のことですが、もっと成長してもっと良い姿をお見せしますので、楽しみにしていてください。愛していますと綴っています。ここで自民の喜びをよそに、ファンズチョイスオブザイヤーの受賞をめぐってはエンハイプンのファンの間で議論を呼んでいます。同部門は 100% 投票で決定。一次投票で絞られた男女40組が候補になりました。二次投票と SNSX 投票、リアルタイム投票、授賞式当日を通じてジミンが選ばれました。エンハイプンは一次投票で1位、二次投票でも1位だったといいます。このためおかしいではないかとの声が上がりました。ジミンはというと、二次投票の締め切り直前で2位に浮上し、これに SNSX 投票、リアルタイム投票が加わって、ジミンがエナプを抑えて受賞しました。巨大ファンダムを抱える BTS なら逆転も十分ありえそうで、想定できそうな展開に思えますが、エンハイプンファンは納得いっていない様子でした。中国では SNS 上で受賞を盗んだがトレンド入りするなど、エンジンから不満の声とともに不正を疑う声が噴出しています。そんな BTS は完全体活動が予定より多少遅れる可能性があるという見通しが出ました。2024年11月5日、ハイブのイ・ギョンジュン最高財務責任者は第3四半期実績報告カンファレンスコールで、現在2026年の完全体活動についてメンバーたちと議論中と明らかにして、 BTS の完全体活動について語りました。現在メンバーのジンと J-HOPE が兵役の義務を終えた後、ソロ活動を展開している状況です。これまでメンバーと所属事務所は残りのメンバーが除隊する2025年下半期に完全体でのカムバックを希望すると明らかにしました。しかしこの日、ECFO が来年ではなく2026年と明らかにして注目を集めました。軍入隊前にリーダー RM もシュチタで、2025年に私たちが望む通り全部一緒に集まって完全体活動を展開できたらいいとして、2025年はメンバーたちが復帰した年であり、火曜年下という私たちの記念碑的な女児誌が10周年になる年だから、何かできたらいいと思ったと希望を語りました。BTS のカムバック時期に関する公式発表はまだないが、最近所属事務所ハイブの内紛が影響を与えているのかと K-POP ファンの注目が集められています。ハイブは今年ミンヒジンアドア元代表との葛藤から始まり、最近国政監査でウィークリー音楽産業レポートという名前で提示されたアイドルの品評関連の内部文献で激しい批判を受けています。内部文献の波紋以後、ハイブの所属アーティストであるセブンティーンスンガンまで口を開いて話題になりました。メンバーのシュガに関連した飲酒運転という悪罪もあります。社会含む要因として含む中のシュガは泥酔状態で電動スクーターに乗って摘発されて物議を醸し、これによって強固だった BTS の位相とファンダムの結集力にもひびが入りました。一部のファンはシュガの脱退を要求する声明を出しました。この中で BTS の完全体カムバックがどんな姿となるかが関心の的となっています。このような状況に SNS では、 BTS というグループは過大評価だと思いますか、正当な評価だと思いますかという声が散見されますが、 BTS はこれまで彼女も作らず毎日約10時間練習してやっと世界一のアーティストになったのにもかかわらず、改正された BTS 法を適用せず一般人と同じ条件で兵役についてるとこは評価できるでしょう。それでは最後にエンハイプンの人気について詳しく見ていきましょう。エンハイプンは日本で絶大な人気を誇っていますが、実は本国である韓国では
なかなか人気が出ないと言われているんです。まずエンハイプンの本国での人気がどのくらい低いのか、具体的な状況から説明していきます。実はメンバー自身もこの状況を気にしているほどなんです。以前メンバーのソヌとジェイクがテレビ番組に出演した際、ソヌが本国人気を獲得するにはどうしたらいいかと MC に相談する場面がありました。これはメンバー自身が本国での人気の低さを認識し悩んでいることを示しています。またエンハイプンがデビューするきっかけとなったオーディション番組アイランドの最終回での投票結果を見ても、韓国からの投票数は低い順位にとどまっていました。つまりデビュー前から本国での支持が十分ではなかったということがわかります。さらに韓国での地上波やバラエティ番組への出演機会が少ないことも知名度の低さを示しています。テレビ出演は認知度を高める重要な手段ですが、エンハイプンの場合その機会が限られているんです。音楽チャートやアルバム販売の成績を見ても、他の4世代アイドルと比べるとトップレベルの成功とは言えない状況が続いています。ではなぜエンハイプンは本国で人気が出にくいのでしょうか。その理由について9つのポイントから詳しく解説していきます。1つ目の理由はデビューのきっかけとなったアイランド自体の問題です。この番組は韓国のテレビ局 Mnet で放送されましたが、実はこの放送局には少し複雑な背景があります。以前同じ Mnet で放送されたプロデュース101シリーズで不正投票事件が発覚し、大きなスキャンダルとなっていたんです。この事件の影響でアイランドへの信頼性も低く、韓国での視聴率は振るいませんでした。また韓国ではアイドルのオーディション番組が数多く存在し、視聴者も飽和状態にあったことも番組の影響力が限定的だった理由の一つです。二つ目の理由は韓国ファンダムの目の肥えた視点です。韓国はアイドル文化の先進国であり、ファンダムの評価基準も非常に高いんです。ビジュアル、歌唱力、ダンス、バラエティでのトーク力など全ての面で高いレベルが求められます。実際アイランドの参加者に対する評価も厳しく、参加者全員の鼻が不自然といった厳しい声も上がっていました。3つ目の理由はグループの戦略に関係しています。エンハイプンの場合、まずは海外市場で成功を収め、その後本国で認知を高めていくという戦略を取っていると見られています。これは決して珍しい戦略ではなく、海外での成功を経て本国でも人気が出たグループも存在します。4つ目の理由はメンバー構成が日本や世界市場向きだということです。韓国の若いファン層ではやんちゃでワイルドな雰囲気やバラエティで面白いキャラクターを見せるアイドルが好まれる傾向にあります。一方エンハイプンのメンバーは礼儀正しく品があり、静かで真面目なイメージが強いんです。このイメージは日本市場では非常に好評ですが、韓国市場ではやや物足りないと感じられているようです。5つ目の理由はバラエティ番組での活躍の難しさです。韓国ではバラエティ番組での活躍が人気獲得の重要な要素となっています。しかしエンハイプンのメンバーはバラエティ番組が得意ではありません。これによりテレビ出演の機会が減少し、認知度を高めるチャンスも限られてしまうという悪循環に陥っているんです。6つ目の理由はデビューのタイミングに関する問題です。エンハイプンは同じ事務所の先輩グループである TXT がデビューしてから比較的早い時期にデビューしました。 K-POP グループにとって事務所の先輩グループのファンダムからの支持を得ることは非常に重要です。例えば TXT は先輩グループの BTS がデビューしてから十分な時間が経過してからデビューし、 BTS のファンからも支持を得ることができました。しかしエンハイプンの場合、 TXT のデビューからあまり時間が経っていない時期にデビューしたため、先輩グループのファンからの十分な支持を得られなかった可能性があります。7つ目の理由は他のグループの活躍が目立つ中で相対的に存在感が薄れてしまっているということです。特に2022年はエスパ、アイブ、ルセラフィムなど同世代の他グループが大きな成功を収めました。これらのグループは韓国内外で強い存在感を示し、特に韓国内の視聴者に強い影響力を持っています。そのためエンハイプンは相対的に目立ちにくい状況に置かれているんです。8つ目の理由は楽曲やコンセプトの特殊性です。エンハイプンの楽曲は韓国語の歌詞にクリアニ表的な要素が強いと指摘されることが多く、韓国の一般層には受け入れられにくい面があります。また
ヴァンパイアやダークムーンといったコンセプトも特定のファン層には刺さるものの、大衆的な人気を獲得するには少しハードルが高いと考えられています。韓国では比較的聞きやすい楽曲が好まれる傾向にあり、エンハイプンのような個性的なコンセプトは本国の人々にとってはやや強すぎる印象を与えているようです。9つ目の理由は度重なる炎上事件の影響です。エンハイプンはこれまでに何度か炎上を経験しています。炎上のたびにもう疲れたとファンが離れていってしまうケースも少なくありません。しかし最近エンハイプンの本国での人気に変化の兆しが見え始めているんです。その証拠としてまず公式 SNS や YouTube での韓国語コメントが増加しています。以前は韓国語以外のコメントが大半を占めていましたが、最近では韓国語でのコメントが目立つようになってきました。さらにより具体的な成果として2024年8月の K-POP 男性グループブランド評判ランキングで4位という好成績を記録しています。このランキングは韓国企業評判研究所が毎月発表しているもので、参加指数、メディア指数、コミュニケーション指数、コミュニティ指数などを総合的に評価しています。この4位という順位はエンハイプンにとって大きな躍進といえます。なぜなら昨年までは同ランキングでトップ10入りすることさえ珍しかったからです。さて今後のエンハイプンはどうなっていくのでしょうか。最後まで動画をご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。